さん。こんにちは。シャナリソン、アリソン、ス。やっと来たわ。大変だった。さあ、なかなかね、これで歌うとなったらまた大変なのでね、美空ひばりさんの歌をもう録音してきました。会場におりますのでね、あの写真撮りたい方、もうしばらくはしません。大変だものだって。私が下に降りて写真を撮ったりなんかしてるときに、ひみこさんと春日ゆじくんも降りてきますので、ぜひ皆さん最後写真を撮ったり握手したり、ご祝儀を渡したり、また先輩たちともいると思うんです。ぜひこの機会に渡してあげてください。それで、まあ、今日着物を着てる人いますか？見えないんですけど、真っ暗で見えない方がいいですけど、ね、はい、もしね、あの着物を着ている人いたら、最後にステージでみんなで一緒に写真を撮りましょうということで、3曲歌いますので、どうぞ皆さん、きみこさん、そして春日ゆうじ君と写真または握手をして最後にしましょう。それではお送りいたしましょう。本当に私が歌ってんのよ、元気で。ダメだね、失言立てないと。はい、さあ、着物着てる方、どうぞステージの上に上がってください。ステージの上ありますが、気をつけてくださいね、階段ね。ぜひ皆さん、着物着た方一緒に撮りましょう。最後のステージございます。本当にもうしばらくはね、もう女方はしばらくは本当にできませんので、ぜひ皆さん、ね、着物着た人方、マネージャー、着物着ている、ね、あの一般の人来てくれた方には、あの帰りね、あの着物着てましたって言ったら、あの声援をお戻しくださいませ。ごめんなさい、はい、気をつけてくださいね。なかなか難しいでしょ、階段があるのね。そうなのよ、こうやってぐっとまた開いて、こうやって乗っかんなきゃ難しいでしょ、階段があるのってね。そう、またぐっとこう、ぎゅっとします。お上手でございます。ねえ、なかなか大変。やっぱりさすがね、うん、さすが着物着慣れてると言ってね。ね、どうやって写真撮るんですか。ね、はい、どうやって。あんまり広がりすぎたら入らないわよ。さあ、はい、誰か、はい、マネージャー、撮ってほしい方、誰かがいたらね、カメラを渡してくださいね。はい。まず、マネージャー、そこで撮ってください、下で。はい、集まってください。はい、ずっとやってくださいね。はい、撮ります。ユージじゃなくてユージさんですよね。カメラ、もし撮ってほしいか。はい。はい、カメラを出してたりてませんか。
大丈夫ですか？大丈夫ですか？皆さん撮りました？撮りましたか？はい、じゃあちょっと大丈夫お願いします。大丈夫ですか？お写真撮りませんか？はい、はい、もう大丈夫ですね。はい、どうも皆さんありがとうございました。最後まで今日は春日裕二君のお店はやっておりますので、まあ定員が決まっております。30名でしたっけ？そんなに入らない。もう先着20人は入れる。20人は入れます、ね、私の店も明日明後日800人の前のステージがありますので、ごめんなさい、今日はバスカップはやりません、ごめんなさい。札幌でね、大きな仕事をいただいちゃってまた、はい、本当に今日皆さんどうもありがとうございました。ひみこさん、どうも。笠井裕二君、ありがとうございました。ありがとうございました。